双子美術館へようこそ。本日の作品はこちら。どうでしょうか。頭にハテナマークが浮かぶこと間違いなしのこの作品。作品の正体を知った瞬間、あなたのハテナマークはびっくりマークに変わること間違いなしでしょう。ではハテナを楽しまれたと思うので改めて紹介をします。グリーン作へ。緑色の折り紙で作られたへの文字。新進気鋭の天才グリーンの立体作品。パパがこの作品の正体を知った瞬間に浮かんだ一つの疑問。これはひらがななのかカタカナなのか。天才に尋ねると迷いなく一言、カタカナ。ひらがなを想定された気配は一切感じられない。そもそもひらがなとカタカナのへに違いはあるのか。そんな常識にとらわれた疑問は忘れて、天才の創作風景を目の当たりにしたママの感想を聞いてみよう。いやーね、私はね、もう天才だと思ったよね。もうすごい。最初何作ったかわからなかったけど、聞いたらへって答えてくれたわけですよね。もうそれでね、まあね、自分がこだわった点を教えてくれるわけですよね。緑が前面に来るように、上から見ても下から見ても緑、こだわりポイントを教えてくれたわけですよいやすごいなと思って、自分でね、ここをこうやって折って、ここ持って、見てこうやって、さらに折って、ただ折ってるだけだと思いました。しかし彼は作っていたんだよ、へをびっくりした創作を目の当たりにして、我が子は天才なのでは。親バカ度を上げるママ。創作活動を見つめる中で、ママは天才のこだわりを聞いていた。上から見ても下から見ても緑になるように作られていた作品。言われてみればどこから見ても緑の面が表に出ている。見る者が気づかないところにもこだわっていた天才。ママが制作の瞬間に立ち会っていなければ、ただ緑色の折り紙を折っただけで終わったことだろう。ママが話を聞いていなかったら、すべての面から緑が見えるというこだわりにも気づくことはなかっただろう。立体物で平面の文字を作るという常識を壊してくれた天才グリーン。もしかしたら皆さんのお子様がくしゃくしゃにした何かは想像を超える作品だったのかもしれない。双子美術館、お時間が来たようです。今後、日常の中で忘れるには惜しい双子たちの個性豊かな作品をお届けできれば幸いです。ではまた次回お会いできるのを楽しみにしています。双子チャンネル。